熊本における今度の地震はですね、これはもう天災というよりもむしろ人災であると。もちろんこれは、最初に、本震というものが来て、で、もうこれ以上、これよりか小さいものしか来ませんよということを言った先生がですね、テレビに出て、それを見た人がですね、じゃあ家に帰って寝ようって寝たら、本震が来て、マグニチュード7.3が来るという。そういう失態ばかりでなくですね、今まで地震予知連絡会ができてから、実に38年間、大震法と言われる予知の法律は今でも生きていて、そして予知ができないのに予知をするということで、膨大なお金が東大の地震研究所をはじめとしたところに行ったと。で、その成果はさんさんたるもんで、東大地震研の佐藤教授っていうのはですね、2000万円の研究費をもらって活断層の研究をし、コンクリートパイルと活断層を見間違って立川に大きな活断層があると発表したりしてですね、もうめちゃくちゃなわけですね。それで私はですね、ちょっと38年間も1回も自分たちの理論がで計算した通りにならなかった。つまり我々、研究者っていうのはですね、理論を立てて計算をして、並行して実験をして、で、実験の結果が、ある程度理論を説明できるようなことになれば、さらに進めていくんですが、全然違う場合はですね、2、3回実験データが違っただけでも、疑いますよ、自分の理論が正しいかどうか。地震のこの先生方ってのは少し、私はちょっと頭がおかしいって言い過ぎですけど、よくわからないですね。もう私の理解を超えます。この前は心理学者に聞きに行ったんですよね。科学者であって、理論を伴う、つまり地震の予知というの理論を計算して、それが38年間全然一回も合わないのに、まだ地震予報を出すという心理はどういう心理だろうかと。もう普通だったら恥ずかしくてっていうか、もう自信がなくてやらないのにって言ったら、その異常心理学の先生はですね、それは人間っていうのは利得によって価値判断が変わる人が多いんだっていう話をされておりました。で、それでも私がこの話をしてもですね、ちょっと私の言ってることが正確に皆さんに伝わってない感じがしたんですね。地震予知だからしょうがないんじゃないのとかですね、地震予知の研究はやっぱり続けるべきじゃないのって、いや、そんな、地震予知の研究を続けるべきじゃないっつってんじゃないんですね。ただ、その今度の熊本の地震はですね、東南海地震が来るか、熊本の地震が来るか、どっちが先かってことは全く分からなかったんですよ。全く分からないにもかかわらず、それを全く分からないってことを知っていたんですよ、地震の学者は。ここが問題ですね。知っていたんですよ。知っていたのに言わずに、東南海地震が来ると言ったわけですね。つまりもう自分でも間違いがあることを知ってる。それは38年間会わないんですからね。それはおかしいってことは分かってるわけですよ。しかし、例えば熊本でですね、例えば1年前こういう議論があった過程があったとしますね。例えば奥さんが、この頃阿蘇なんかも噴火してるし、地震も多いから、うちも随分ボロくなったから建て替えた方がいいんじゃないのと旦那さんに言ったと。したら夫はですね、お前何言ってんだと。ちゃんと国がね、地震の確率を出してるよと。東海地震が87%、東南海地震が80%だぞと。それに対して熊本のここのある断層は0から6%ってなってるぞと。お前そんなこと知らないから家を建て替えるなんつってるけど、こんなところに地震が起こるはずないじゃないかと。確率は87%と0から6%の区別が分かんないのかと、こういうことになってですね、その家が建て直しをこう見送ると。いや、つまり確率を出すっていうことは、そういう判断を国民にしろっていうことを言ってるんですからね、逆に言えば。だって、そういう判断をしなかったら、確率なんか出さなかったらいいわけですからね。確率を出すってことは、その確率通りほぼ行くということが分かってるってことが良心的な科学者ですね。それをちょっと頭に入れていただいて、この2つの図を見てほしいんですが、1つは台風の進路予想ですね。これは中心がどこに来るかっていう、進路を書いたわけですね。で、片方、台風14号、24日にの12時にその沖縄あたりにいた。
それから予報円が書かれてる。ところが27日の9時にはもう大陸の方に行ってですね、北朝鮮の方に行くという予報だった。ところが突如としてスピードを速めて、翌日の25日には北海道を襲ったと。それで北海道で多くの死者を出したと。まあ、こういうことが連続して起こったらですね、38年間起こったら、天気予報の予報円を書きますかね？書かないと思うんですよ。実際上予報円はほとんど日本を覆うぐらいしかわからないし、スピードもわからないと。いつ来るか、北海道にいつ来るか、どうかわからないという時にこんな予報円を書いたらですね、ダメなわけですよね。この時の27日の台風の中心の予報円というのが、いわば東海地震なんですよ。そして北海道の人が、まあ台風は外れるなと思って油断してたらバーンと来た。それも2日早く来たと。まあ、こういうような状態なんですよね。それからもう一つが、北海道に発生した低気圧。これがですね、12月17日に低気圧が2つ発生した。まあよくありますね。冬のひどい低気圧。これが予報ではその2日後にですね、南下して、まあ、本州を襲うと。まあいうような予報を出した。それで本州はみんなこれで警戒した。そして実際上はその低気圧はアラスカの方に行っちゃって関係なかったと。こういうようなことが何回も何回も続いたらですね、要するにもう予報を出すなと。もうわからないと言った方がいいよと。それから時々刻々現在の状態を知らせてくれればいいよということになるでしょうね。それは当然。だから防災っていうのは、ある程度の正確さができて初めて有効であってですね、例えば台風の予報円ですね、九州に来ると、九州のところに予報円を書くということはですね、その書くということに誠意が求められるわけですね。もちろん科学だからある程度間違ってもいいんですよ。ある程度間違ってもいいけども、時に間違ってもいいんですよ。時々。だけど38年間間違い続けというのはね、もうそれは防災の方で、いや、これはね、やっぱり残念ながら、台風の進路の予知をしたいんだけど、私たちに力がありませんと。したがって、現状を言うことはできますが、予報はできませんと。まあ、言うのが正しいでしょうね。低気圧とか高気圧の移動も、38年間間違え続けたら、やっぱり予報は出さない方がいいでしょうね。明日か明後日、雨模様になりますと言ったら晴れちゃったと。いうのが38年間続いたと。そして、明日明後日はひどい雨になりますっていうから、みんなが行事なんかを控えたら実はカラカラ天気になった。これ38年間続くと。そうするとやっぱりですね、それは自然現象がわからないの、わからないでいいと。わからないでいいけど、わからないと言ってくれと。そうしないと全然わからないのに当てずっぽうで言っちゃ困るってみんな言うでしょうね。今度の地震がそうですよ。38年間10人以上亡くなった方が、大体亡くなった地震が大体10回、まあ御嶽山の噴火も入れてですね、噴火とか地震がそうだと全くわからないっていうことは、もう38年間、もうしつこいようですけど、分かってるわけですからね。普通の常識では全く考えられないことが地震予知だけに行われ、そしてそのために多くの犠牲者を毎年毎年出してるんですよ。ちょっと私ね、とにかく今までのいきさつが、どんないきさつがあっても、やっぱり一気にですね、地震についての防災のやり方を、この際熊本地震を教訓にして変えればね、まだ多少ですね、犠牲になった方々に対する、まあ、何かのお役に立つかなと。まあもちろん取り返しはつきませんが、それでもやっぱり、完全に無駄にはならないということになると思うんで、一大決心をしてもらいたいと私は思います。